ベースボール揃いました。さあ行きましょう、準決勝第1試合、まず、ガクロボ、オシゲミリア、サミットチップ、俺お前か俺はい、対するチームが、バタコザッパー、佐々木エディ、小林ミリア、オスカイの、ソルトエディのチーム。本当にね、里の名前を使ったらここまで来れました2012みたいなあ、申し訳ない。いやーけどね、こんだけレベル高い対戦がね全部取っておりますので、みんなに見てもらって熱帯が出たら参考にしてもらえればと思います。先方決まったかな。1、2、3、4、5、ここからは5オンとなります。1P 側、2P 側、それぞれ戦法決まりましたか。 2P 側は OK です。 1P 側は 1P 側は全員一のプレイヤーを揃ってますね決まりましたね。じゃあ行きましょう、手を挙げてください。先方知ってました。対うオスカーさんもいるです。彼もまた全員一。何の全員一だよもね、こんだけ団体戦盛り上がったんで、また指名勝ちでもしますか。あ、違うな、 1P、2P 側で関東対関西完全に分かれて対戦っていうのもいいですね。もう本当にのし合い形式にしてもらって、そういうのもいいかな。いきましょう、まずはベスト4第1試合、 EX ホークスレイヤーが吸収されてるんでしたっけ、これどっちだっけ、吸収されてるですよね。まあとりあえず EX ホーク、おーいいでしょう、アダムスレイヤー対しまして、おースカーさんのイノ、今日と昨日とイノが大活躍ということで、イノも人口が増えてきましたね。さあ2杯からダメージ、ジャッケーからダブルアップ狙いに行く。さあ下からで、ここで強限ヒット、ジャンケジャンケジャンピジャンケジャンケジャンピ当たらず。さあ飛んでマッパンチガードからのパイルバンカーぶっこみ、まあ残念でした。さあ前つなげ、さあ運営陣もですね、皆さん大会終わった後にみんなやる気が出てしまっているので、もうねみんなで
動画楽しんでみましょうね。おお、ダメじゃん、なんだそれ。今褒めようと思ったらポロッと落ちて、さあ逆転がある画面足行かないで済むか。何を狙う、デッドアングルガロー。さあ下段飛ばしの中段助けゲージはない、ダウンオブアップ、ホバーから下段ヒット、危ない、ジャンプ系。さあ最終ラウンド表現、そして音符重ねて音符クロスサイズ発生前に潰れてジャンプ S、P から前系ガード、そして距離を取るマッパーハンチ、後ろからマッパージ、もう一度ついて立ち系ケニカル、勝てなかった。しかし空中投げダブルアップを狙ってセー、おーい、どうした、おおおお、あ、ダブルコンボ完走、飛んでった、あ、だこう、いやー、何やってんだお前、総大将の学さんにコメントをいただきたいと思います。今の永遠の翼どう思いました。今のはダッシュを読んで先読みで、なるほど、これが正しいぶっ放しの柔らかい表現あ、ガフマジかよ、お塚さん、あれは完全にぶっ放したと思いますけど大丈夫でしたか、精神的な、あれに弱いキャラなので、あー、こうやってね、自分のそうですね、キャラの弱いところをしっかり吐くあいつは後で、あの、のじわりぶっ殺していいんでくそー、アダム許さん、めっちゃニコニコしてるあいつマジ許さんぞ、もうあマジですね、行きましょうめっちゃ嫌そうな顔してさあ、しかしビッグバンアッパーがされても永遠翼で決めましたからね、まあ、そういう意味では確かにホバーで移動するタイプのイノはそういうところ厳しいのかもしれませんね。さあ行きましょう、先方戦アダム3、先方中時報戦ですね、耐えてみたまえ、小林メディア、さあ本日も甘い、本日も昨日も一昨日もメディア大活躍ということでね、こういう動画を見た人がどんどんパワーアップしていくんでしょうね、また、あー、やだやだ、怖い怖い、さあ、大体師匠のたくさんのカラーを使った時の勝率は良くないアダムスレイヤー、それでもその呪縛に打ち勝つことができるか、ヒンエスレイヤー、あっ、いい、捉えて、あ、コンボできている、ガードからタックルのアミリア空中ダッシュ、ジャンハイ拾いなし、画面端ゲージがたまりそうだがたまらない、これラッキーが、しかしバットブーン、座ります、座ります、さあ前ハイ立ち系ジャン系から、よいしょよいしょ、コンボができないが2杯ジャンディー、ジャン系ジャンディジャンディ落としてからのタンデム下段刻んでジャンディ落としていく、画面端維持、おっとできない、あー端、おー
おー、パイルマンかー、ケガパーク、あ、しゃない、おっと、おお、すげえ今踏んだ踏んだ、スイヤーみたいになってる。上海から拾いてほしい、画面欲しい。しかしバックステップで逃げることは可能だが、ガードしきるが、なんか暴れた、コパン速い、そして逃げ逃げる、そしてロンギネス、さあ落として奥攻め、アイケーからアイアンセイバーヒット、画面端、上海平足、金安、ジャンケ、ジャンディーか。さあこれはプリティメス追い立った、はい、お、ガクさんが、ガクさんが、ガクさん、さあ緊張してソルトさんはトイレ行っちゃいましたね。さあ出てきますのは小林さんに対してガクさんのロボットかい、それでは参りましょう、地方戦ロボ界対小林シミリア、間違えた、学ロボ対小林シミリア。さあ橋追い詰める。さあ本日だけでミリアを2人倒しております。そうね、じゅんさん、おしげさんと1人で2対1で勝ち上がってますからね。さあ2杯で拾って画面水、ジャンディー落としてからのタンデム、マイピー2杯、さあしっかり針は空中投げ、あ、じゃあ超空中からの空中投げですね。あー、上海漏れたところ、空対空下から使える日が2件ヒット、タッチピーから鉄タンク6攻め、タンデムからこれはディレイオフかぐり回避していく。さあ一気のコマ投げ、ゲージを吸い取ってダストは立っている、返して後ろからダスト、もう一度ジャンディーからロマキャンコンのミス。さあガクロも混乱してしまったか、ジャンディー当たらない、ジャンディースカウンターヒット、ためられず、金魚水ラインから空中ダッシュ、画面下の部屋当たらない、投げている。さあ本当に近くまで勝利は来ていたんですけども、逃がしてしまいました。さあマイピー大工 KS、 はい、ジャンピージャンピー、置き攻めはミサイルで着地をずらすが、空対空一気にいく、もう一度、さあ端を背負わせる、まだだ、あー、しっかり状況確認できている、ダウンも奪って、マイピーガード、円安先端、タンデム押せね、ダースト、もう一度、しっかり立ち上げるからゴールスキル、最終奥義ダストですね。さあミサイル発射と、マイピーしゃがみで針を当たらす、投げを抜ける、さあ裏投げて、ゲージは2本3本4本5本ピヨンテ、さあ間に合うか、レバー勝ちしすぎた、おお、もう一度画面越し、暴れつぶし、青キャンから近づいて捉えてミサイル、2K から熱量も溜まっている、削りもまだか、手打ちを投げ、ここは冷静に抑えていく、ガクさん持ってるわ、ガクさんやばいですね、マジなんていうか、なんか試合展開が面白すぎる。